ガッラプラキディア霊廟ガッラプラキディア病堂は、イタリアのラベンナにある末期ローマ建築の霊廟今日では、サンビターレ聖堂に隣接するため、それに付属しているように見えるが、本来はサンタクローチ教会堂の付属建築物として5世紀に建設されたものである。9世紀までにはすでにガッラプラキディアの埋葬所と伝えられており、3つの石棺が安置されてはいるが、 最初から埋葬所として建設されたかは不明である。ラベンナの初期キリスト教建築は一般に3期に分けられるが、ガンラプラキディア平等は西ローマ帝国の首都がこの町に移転した時期から東合王国建国までの第一期に建設されたものである。ガンラプラキディア平等は5世紀にテオド州水星の娘であるガンラプラキディアにより、キリストの 生意物である十字架を収めたサンタクローチェ聖堂の付属建築物として建てられた。建設目的は前述の通り分かっていないが、モザイク画から推測すると、聖ウィンケンティウスの信仰に対する記念礼拝堂であった可能性が高い。礼廟であることが正しければ、床面が創建当時から1.4メートル以上持ち上げられているため、埋葬の痕跡が残っているかもしれないが、 詳しい発掘はされていない。今日残っている石棺は4世紀と5世紀のもので、ガンラプラキディアの親族のものであるとされている。マッキローマ建築である。この霊廟は簡素なレンガ作りである。本来はサンタクローチェ聖道のナルテクス左右に付帯する同系建築物の傍であった。しかし、後の道路敷設のために、ナルテクスと反対側の建築物は取り壊され、 現在はあたかもサンビターレ聖堂の敷地になったかのように思われる場所になんとなく寂しげに立っている。十字形の平面は長辺が約12.5メートル、短辺が約10.25メートルである。内部装飾ドーム土産壁面は後年に保管された大理石に覆われているが、天井ボールと部分には美しいモザイク画が残る。これは 部分的に修復されているものの、かなり良好な状態で残っており、課題は創建当時から、ほとんど変わっていないと考えられている。入り口正面の半円形の壁面には、書物と十字架を持った、ヒスパニアの殉教者性ウィンケンティウスと4つの福音書を収蔵した棚、そして聖人が殉教した焼き候子が描かれている。この聖人像は、ローマの殉教者性ラウレンティウスとされていたが、 近年の研究によりウィンケンティウスであることが証明された。反対側、つまり入り口上部の壁面には十字架を持つキリストと羊の群れが見られる。これらに垂直に交差する部分の壁面にはアカンサスの歯に包まれ泉の水を飲む鹿が描かれているが、これは四辺の四十二を表現するものであろう。十字平面の四つの腕に当たるボールと天井には メダイオンや人物像を囲むように、鶴模様を配する。中央部の天井には、星が散りばめられた濃紺の天空の中心に黄金十字架が輝き、その四肩には四人の福音記者をも表すセラフィムが描かれている。紙片のアーチは赤で縁取られ、その下の壁面には、小窓と泉を飲む鳩を囲んで二組ずつの四人の成人像が描かれている。 彼らが誰であるかについては分かっていない。ありがとうございます。